どうも、こんばんは、エネムです。さて、本日7月5日はですね、東京グール RE 最終話が週刊ヤングジャンプに掲載された日です。つまり東京グールが完結した日になりますね。早いもので、もう3年が経過してしまったと。僕もね、今日1日は当時を思い出して感傷に浸っていたと言いますか、ま、いろいろ 思い出してですね。仕事があんまり手につかなかったですね、うん。毎週木曜日、グール最新話が読めるということで、仕事が終わったら、もう真っ先に、えー、コンビニ寄ってやんじゃん買ってね、帰ってましたよ。当時は。まあそのコンビニもグールの連載が終わると同時期くらいに潰れちゃったんですけどもね。うん いやー、あの、3年前のね、あの、完結した時のあの時の喪失感っていうんですか、すごかったですよね、もう。ああ、マジで終わったのか、みたいな。いわゆる、グールロスってやつですかね。完結から、まあ、3年経った今でも続いてるといえば、続いてるんですけどね。グールが終わってからめちゃくちゃ面白い漫画を読んで、見つけて読んで、たくさん、たくさんたくさん読みましたけど、やっぱりね、 グールはね、特別なんですよ。うん。もうこの気持ちはね、恋なのかもしれない <laughs> あの。恋してるのかもしれない。よく言うでしょあの、男の恋は名前を付けて別名保存みたいな。女の恋は上書き保存みたいなやつ。完全にね、それですね。どんだけね、面白くてね、ハマる漫画を読んでも、結局ね、こう、 グールはね、いつまで経っても特別なんですよね。上書き保存できないんですよ。多分ね、この動画見てる視聴者の皆さんもわかるってコメントを今ね、打とうとしてるところでしょう。自分がね、どれだけあの、毎週の木曜日を頼りにね、生きてきたかみたいな、思い知らされましたからね、3年前は。やっぱね、なんだろう、幸せとか、 大切なもの、本当に大事なものって、失ってからなんかその大きさを、ようやくね、自分の中でどれだけ大きい存在だったのかっていうのを、失ってから理解しますよね、人間って。未だに、グールのね、続編とか、まあ、再アニメ化ですか、を、まあ、望む人たちも、もうたくさんいます。もうほぼ毎日見かける、俺は。 グールのね、続編はいつか出るのか。正直言うと、その可能性はほぼゼロですね。99%ないです。というのも、グールがね、完結した時に、当時その、水先生っていろんなところでその、グール完結して、えー、完結後のインタビューみたいなのを、えー、受けてて、いろんなところで記事にね、なってたんですよ。で、まあ、 ほぼほぼ目を通してると思うんですけど、まあ、その一つにはっきりとね、続編は書かないと明言、えー、してるね、あの記事があるんですよ。で、あえてね、あのー、書かなかった部分っていうのも、水先生自身もこう把握してるというか、理解してるというか、あえて書かなかった部分は読者の想像にお任せしたいと、っていう あのー、答えというかね、回答を残してるんですよ。まあ、ただね、その記事の最後の一文に続編を書くことは多分ありません。とはあるので、まあその残りのね、さっき99%ないって言いましたけど、まあ残りの1%はこの多分って、えー、言ってた部分ですね。まあ今は、 超人 X も連載されてますし、僕は、まあ、超人 X の第3話が楽しみで、えー、仕方ないんですけどね。まあ、あの、当時この記事読んでたんで、続編はもうないんだろうなっていう気持ちの切り替えというか、まあ、その部分では切り替えはできてたと思いますね。ただ今でもね、東京グルだけやっぱり、やっぱり特別。うん。多分この先ね、どんな漫画が出てきても、 うん、東京グールと並べられないというか自分の中でできないと思うんそもそも作品を比べるっていうのもナンセンスなのかもし、まあ、れないんですけどね、うん。まあ、ということで、<laughs> えー、今回は東京グール完結3年を迎えたということで、えー、珍しく干渉に浸ってしまったので、えー、だらだらと 自分の喋りたいことを喋らせてもらいました。多分ね、えー、去年も同じことを言ってたと思うし、えー、この動画見てるみんなも東京グールを愛してやまない方々でしょう。よければその熱い思いをね、えー、コメント欄に書き殴っていってください。僕もね、えー、読むのを楽しみにしてます。ではまた。